こんにちは。さあ、この時間やってまいりました。本日434回目の今日の表現はですね、イントラクション。さあ皆さん、意味はどうでしょう。交流、もしくは対話ということでよろしかったかと思います。さあ問題は、なぜこのインタラクションが交流もしくは対話という意味につながっているのか。そのヒントは語源ですよね。さあ皆さん、インタラクションの皆さん左側、インターというのが一体どういうイメージなのか。もちろんそれのヒントはここの右側でございます。皆さん、インターナショナル知ってますよね。皆さん、インターくっついております。当然この意味でよろしかったかと思います。国際的なということですね。ですから皆さん、インターナショナルが国際的というのは、言い方を変えると、日本がいて、海外があって、こういうやり取りのイメージが国際的ですよね。ですから、インターと言われたら、イメージとして持っておいてほしいのは、双方向ということですね。ですから、こういう矢印の向きがあるだけでなくて、こういう矢印ということです。ですから、交流もしくは対話、このイメージですよね。ですから、その双方向というところから交流対話、インターナショナル国際的なというところからつなげていただいてもよろしいかと思います。いきますかね。で、ちなみにインタラクションですが、こちら ETS が制作しました公式問題集ピンクの4、テスト1のパート7、回答冊子84ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスコアップ、こちらつながりですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。